地球に生まれた宇宙人。小さな頃から群れるのがダメだった。なるべく一人でいたかった。でも一人きりもダメだった。そして大人になるにつれて、本当の自分を隠すために普通を演じ、周りが言う成功を目指すふりをし、そんな自分に押しつぶされて、どんどんと目が曇っていく。大人になることは目が曇ることと言い聞かせ、自己啓発やスピリチュアル系の本を読み漁り、幸運を今か今かと待っている。そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなたは、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。このチャンネルは地球特有のルールに押しつぶされながらも、なんとかここまで生き延びてきた僕が、これまで出会ってきた人から教わり、忘れないようにとメモをしてきた地球のルールをまとめた深夜放送のようなチャンネルです。宇宙由来の地球人たちが地球で活躍するための秘訣が満載です。ポイントは、地球にある自分の肉体と感情を宇宙視点で活用すること。あなたの魂に届けば幸いです。今回の地球と宇宙のルール、テーマは星に残すもの。これは想像上の話です。僕たち宇宙由来の地球人は、多分今回が最後の地球滞在です。次元が上がると時間の概念も自由になるようなので、そこがうまくイメージできていませんが、この地球の循環を取り戻し、愛と光に満ちた星に全員で取り組むことができて、次の地球に導くことができれば、僕たちの役割は完了です。今の人間としての寿命が来たら、自分の星に帰るのかもしれませんし、次の星を探すのかもしれません。どちらにしても僕たちはその時この星を離れます。すると、こんなに苦労してもういいやと思っていたこの地球も、少しセンチメンタルな気分になります。今回はその時の話です。その地球を離れる時、何を持っていけますか？それは経験だけです。自分がこの星に生まれてどんなことをやったか、それを持って次の星へ旅立ちます。逆に言うと、それ以外のものは全て置いていかなければなりません。体や感情、自分の身内や財産、全てです。そこに例外はありません。感情ですらこの星に置いていかなければなりません。でも逆に言うと、残していけます。残せるんです。僕たちの今の生活で生み出したものを残せるんです。僕たちの行動や感情の波動で生み出したものを、この星に残すもの。そう考えたらどうでしょう。この星に地球人として住んでいた、その証でもあります。そしてまたいつの日か気が向いて、たまにこの地球を覗いてみようかと、それこそ本物の宇宙人として地球を訪れた時、自分が残したものが影響していたらどうでしょう。これは宇宙的にはなかなか素晴らしいことだと思います。この光の勢力への貢献度は計り知れません。僕たちの今の生活は後の地球に残せますか？残しても恥ずかしくないですか？残しても悔いは残らないですか？自分がこの地球に生きていた証、これを意識することは重要です。例えば僕ですが、映像を作る仕事をしています。僕が死んでしまったとしても、作った映像はある程度残ります。僕の作った映像が世界を変えるきっかけの一つとなって、それが未来永劫に影響を及ぼす。作った映像は消えても、それを見て行動して影響を受けた人々が結果を残す。それは素晴らしいことだと僕は思っています。そんな心意気でこれを作っています。そう考えると、納得できないものはなかなか作れません。自分が 100% 納得したものを作りましょう。ある人はそれをワクワクすることをやると言いますし、ある人はそれを転職という、そしてある人はそれをライフワークと言い、ある人はそれを使命と言います。
そしてその 100% 納得したものを力強くシェアしましょう。 100% 納得していますので、シェアしても恥ずかしくありません。シェアをするのはもしかしたら楽しくないかもしれませんが、 100% 納得したものなので、受け取る人はそれに感動します。そしてもちろんそれを受け取る人もシェアしたくなるんです。今はまだ苦しい地球ですが、個人のシェアの力は日に日に大きくなっています。軽い波動の勢力もこのシェア力を生かしていきましょう。新しい地球に導き、新しい地球でその自分が残したものを宇宙各地で共有します。宇宙の行く先々でその経験の開示を求められます。ハードでヘビーな地球の住民を星の波動と一緒に軽くしていく、それは共同宇宙にとってなかなか貴重な情報です。僕も新たに実験としてツイッターを始めてみました。アットマークアースコスモス2016、ぜひ検索をしてみてください。そして YouTube とツイッター、その2つでどこまでこれが広げられるか、今実験を始めています。もしツイッターをやっていてフォローされている人数が多い方、ぜひフォローとリツイートをお願いしたいと思います。そんな話を聞くとうずうずしませんか？そしてあなたも一緒にそんなことをしたくありませんか？ぜひ一緒に始めましょう。地球は僕らの行動を待っています。まだまだ言いたいことはありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるのであれば、いいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望があったらコメント欄にお願いします。コメント欄もたくさんの同志が書いてくれていますので、それを読むだけでも面白いかもしれません。まだまだ僕たちの同志はたくさんいます。一人でも多くの宇宙由来の地球人にこの動画を届けたいと思っていますので、ぜひシェアもお願いします。そしてこのチャンネルを支援していただける方、パソコンのこの画面上に出ているカードをクリックしていただき、支援額を選んでいただければ嬉しいです。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法、今回は本です。マイケル・マスターソンさんという方がですね、書いている臆病者のための科学的企業法という本になります。この本はですね、これまでちょっとご紹介してきている本と少し経路が違ってですね、完全にビジネスに特化した内容の本になります。この本自体、もし興味がなければですね、全然関係ないと思いますが、やっぱり今後地球を良くするためにビジネスの力というのは非常に重要になってくると思っています。宇宙由来の地球人の皆さんが地球のためにいい会社を作っていく、そういう動きは非常に重要かなと思っています。特にこの本はですね、まあ売上とかそういうところも書いてあるんですけれども、どうすればやっぱり会社を軌道に乗せることができるか、そういったことが非常にわかりやすくですね書いてありますので、ビジネスに興味があるなと思う方はぜひ手に取っていただければと思います。本としては少し高い金額、確か3000円弱ぐらいになっているんですけれども、非常に内容が濃いですね、本になりますのでご一読いただければなと思います。あともう一つですね、このダイレクト出版さんというところなんですけれども、ここで直接本を買っていただくと、そのダイレクト出版さんからですね、いろいろ DM とかが届くんですね。これも情報が結構苦手という方はやめた方がいい気はしますが、僕は非常に情報、そういった情報をですね常に求めていますので、ここの会社から来るダイレクトメールですね、見込み顧客をお客さんに変えるというのがですね、結構見るだけであれば、情報を仕入れるだけであればかなり勉強になりますので、この辺もお勧めする理由になります。あんまりその売り込みが、まあ直接電話かかってきたりはしないんですけれども、ダイレクトメールとか結構直接来ますので、それが嫌だという方はちょっと控えていただければなと。これまでのご紹介したものというのは基本的に全員に読んでほしいなと思ったものなんですけれども、今回のこの本に関してはご覧いただく方はちょっと限定してしまうかなと思いますけれども、ぜひですね気になる方はご購入いただければと思います。それではまた。地球に生まれた宇宙人、チャンネル登録もよろしくお願いします。